消費都市温泉は、富山県黒部市うなずき温泉にある温泉。消費都市温泉旅館を有する、消費都市温泉と、加熱里美山荘を有する、新加熱里温泉で分ける場合もある。中部山岳国立公園、立山連峰と後ろ立山連峰に挟まれた、黒部峡谷の山間部、西加熱里山の南陸に、 消費都市温泉旅館と加熱ヤマソウの2軒の宿泊施設が存在する。黒部川河原の野湯黒部川沿いには源泉が多数存在する。胸までの深さがある露天風呂が設けられており、野湯として整備されている。有名な黒部川の河原の露天風呂は消費都市温泉旅館の管理下にあるが、16時までは一般観光客にも開放されている。河原には、 温泉が湧き出ており、足の裏が暖かいところを掘れば、即席の露天風呂を作ることも可能である。また、黒部川が増水で水没するたびに、宿の従業員が総動員で掘りに行くこともある。昼間は、見物客が多く、特に女性は水着が欠かせない。野生のニホンザルやカモシカが露天風呂から見られる場合もある。二つの宿には、内湯の温泉はない。 金釣り美山荘は、露天風呂が、宿から近いこともあり、内湯はなく、消費都市温泉旅館は、長い石段を下った河原の露天風呂を利用することになるため、足尾あの人が宿泊している時や好天時のために、温泉ではない内湯を備えているが、普段は使用していない。平家湯は1819年である。前田義康の命により平家湯した。 猿の弱みを見かけた村人が発見したと伝えられる黒部峡谷では最古の温泉である。高田露伴もこの地を訪れたことがあり以下の句を読んだ。岩殿の夜夜を錆びてかじかなく黒部峡谷鉄道が小費都市まで開通する以前は片海川上流からケカチ山のある山脈を越えて東温泉へ向かうルートが主流であった。明治期に賑にわいを見せ、 下流の黒薙温泉と葉を競っていたが、うなずき温泉の発展とともに錆びれた。1995年の7.11水害により、消費都市温泉の2軒の旅館も被災し、翌年1996年7月19日まで休業を余儀なくされた。他に交通手段はなく、蒸気鉄道が営業している期間のみ行くことができる。ありがとうございます。